皆さんこんにちは、しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回ですね、今回は GRWM というね、朝の準備を一緒にしましょうっていうのをやっていきたいと思います。そうだから、なんていうの、 GRWM っていう、なんていうの、朝の準備っていうのかな、朝の準備をする動画です。はい、でも私の、今私のね、私の場合、朝ごはん食べてお風呂に入っちゃったんですよ。それで歯磨きして、そうですね、あの、あと髪、あと着替えるのと髪の毛あるのとカバンの用意するぐらいなんですよ。はい、あと簡単のアンパンメイク、はい、それぐらいなんですね。なので、まあざっくりとね、やっていきましょう。で、まず着替えたいと思います。髪の毛やってから着替えるとめっちゃボサボサになるんですよ。なので先に着替えたいと思います。はい、決まりました。今日はなんか出てないけど大丈夫、着てません、全体着てません、これ着てません、これ、まず、このね、ボーダーっていうの、ボーダーの T シャツに、このね、でベルト付きのスカート、これです。これを着替えて、これに着替えたいと思います。はい、それ上はどこの、これネットで買いました。ああ、あの、自粛中に、そう、自粛中にさ、ネットで買ったやつなんですけど、だからちょっとお店の名前わかんないって、はい、下のスカートが確かミゴでした。そうだね、ビビも持ってるやつだね。はいはい、私さ、今度さ、白いさ、靴が欲しいの。白い靴、どういうこと、運動靴、普通の出かけ用の白い靴、うん、そう、へえ、夏はでもサンダルじゃなくて普通の靴でいいね。うん、ということで、はい、こちらに着替えます。お話しとれましたが、そうですね、はい、着替えたいと思います。はい、ということで着替えました。こんな感じの黒いスカートで、なんかシンプルですよね。シンプル大好きなんです、私。本当は、メイクしてから髪が私にとってすごいいいなと思ってるんですよ。逆なんですよね。髪やってメイク、いつも。ちょっと、まあ、いつものやってるとこにしましょう。じゃあ次、髪？はい。こっから撮ったのよ、私。なんかもう準備万端みたいな感じ。本当にね、変なとこに置いたんです、いつも。それでなくすんです、私。やばくない？携帯線もここにあるし。はい、というわけで、結んでいきたいと思います。多分出てくるよ。最悪切れた。最悪。最悪一本。なくなりました。まだ腕にもう一本ついてるんで。はい、こっちも切れたら最悪だね。さすがにそんな運よく切れなきゃしないでしょ。運いいの。運悪いんじゃなくて。運よくだよ。運よくだね。これが切れたら運がいいってこと。そう考えればいいの。OK です。そしたら。からね、ちょっとずつ必要な分だけ出していきます。でもあんま少ないと分かんないじゃん。うん、ちょうどいいぐらいの、あ、よっ、ちょっと、これぐらいかな。ちょっと待っていい？ね、ここがね、出ちゃったの。ここ、これ出すときにさ、ここのさ、毛がさ。で、そしたら、このね、触覚が出たら、こちらの出番です。同じんじゃない？うん、はい、これすごいですよ。ただこうやって、こうやってね、10秒ぐらいで離すとね、もうほら、すごくない？すごいよね。すごいね。一瞬だね。一瞬ですよね。ほら、めっちゃすごいんですよ。何回やるんですか？ひだたれ。うん。おお、すごいね。オッケー。で、そしたら次にこのね、好きなストレートアイロンを使って。前髪をやっていきたいと思います。よろしく。今日のお昼ご飯はうどんで、今日の夜ご飯は焼肉。めっちゃいいじゃん。ちょっとコードが緊急事態だ、緊急事態だ。コードが、じゃあもうちょっと前に見てみる。はい、あ、これだと汚いとこ映ってない。どう、映ってない？映ってないです。よかった。どんな部屋なの本当に。もう
いつの間にかそのアイロンもさ、しほちゃんの私物になったと思う。だね。だねじゃなくて、ママが買ったんだけど、昔。なんでママも使ってなくない？私が平日も休日も毎日のように使ってるよね。最近毎日使ってるよね。それいいでしょ。めっちゃいいこれ。いいね。使いやすい。使いやすいね。ちっちゃいけど強力だし。そう。私ストレートにしてからちょっと巻くんですよ。でも平日はストレートで終わりだよ。ああ。休日はストレートにして、方向ちょっと曲げるね。ちょっと曲げるんですよ。今回ちょっとやりづらい。こんな感じ。うん。こんな感じですか。いつもこんなんだよね。うん。いつもこんなんこんなん。いつもこんなんです。で、おしまいです。完成でーす。で、巻きもね、ちょっといい感じになってきたらテープで。そうね、テープが取れちゃうんだよね。そうなんですよ、ストレート。あと前髪もたまにね、なんだっけ、白いやつ、ほら、白いチューブに入ってこうやってこうやってこうやるワックス。そう、ワックス思い出した。ワックス、前髪はちょっとワックス塗ったりしてます、たまに。もう平日ワックス塗ってたらめっちゃガチガチだから、私はもうこれでストレートの前髪直すぐらいなんですけど、平日は。前髪長いよね。髪の長いわな。長いよ。でも絶対これ以上短くない。で、このね、後ろの髪の毛先にこのオイルを塗っていきたいと思います。これはね、美容院に行ってきて、行って買ってきたやつなんですけど、なんて書いてあるこれ。 N 私さ、英語のさ、テストでさ、うん、L と N、うん、発音違ってさ、罰された、うん、N と L の、うん、あの聞き取りテストで、うん、間違っちゃったの L だったのに、私 N ってこと。なるほど。あとは全問だったんだけど、うん、L と N だけ間違えた。あ、あと聞いてください、これね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 、私ね、一回ね、すっごいね、失敗したことがあって、ここのね、ちょっと待って、一回つけるね。はい、OK です。で、聞いてください、ここのね、この黒いところ、こう開いてて、もう、ここがね、こう開いてて、でね、こうなって、こう、あ、こうなってて、こっから出てて、半分ぐらいなくなったんですよ。これぐらいなくなって。もったいないですよね。なんで開いてたの、そこ。わかんない。私が閉め忘れた。あ、でも私もこうやってたのね。開けないよね。開けないのに、なんでね。なんでかわかんない。何匂いするの？スリーフォームつける？うん、つけない。はい。かわいそうに。じゃあ、それで終わりですか？これで髪は終わりです。はい。軽くメイクですよね、次。最近、デジメイクしないんですよ、私。ポーチ持ってきます。ポーチ持ってきました。はい、じゃーん。やばい、確かにニベア入ってる。まず涙袋に線を描きます。私最初描いてた時は全然跡が見えないぐらいだったんだけどさ、うん、最近めっちゃ描いてさ、うん、後からさ、うん、薄くなるの、ほらこうやってます、こうなるじゃん。そして塗った後にこれでいいか。どっから出てきたって感じ。OK。 私前髪上げたくなくてさ、はい、でもちょっと今ね見づらいので前髪上げてもらいました。はい、私いつも上げないんですけど、うん、はい、そして、あ、じゃあ次行きます。はい、このカバンに入ってるの。私昨日何のカバン使ったっけ。こう斜め掛けの、なんか鉄で。あ、あれだ、いつも手の方が。ありました、このポーチです。このポーチの中に、あ、持って、これだけにちょっと持ってたね。そうなんですよ。これだからすぐなくす、私は。ほんと。で、そしたら、このね、クリオのアイシャドウパレットを使います。ママがね、今んとこそれが一番気に入りなの。そうですね、これが一番気に入り。最近増えてないもんね、メイクとかね。だね、全然買ってない。まあ、自粛が多くてさ、あんまりお化粧品買ってないよね。本当に全然買ってない。ここの色の、ここの色をまず上のまぶたの方にのせます。のせちゃってる、ね、あくまでもしほちゃん流なのでね、多分皆さん違うのかもしれない。で、そしたらこのね、隣にある黒い、なんか濃い方があるんですけど、これをね、なんかこれをちょっと取って、ここのなんていうの、ここの、ここ目尻、そう、目尻の方にこうちょっとだけこうやって、で、あと手でこう動かすんですよ。こんな感じで、こんなちょっとつけてて動かす、こんなちょっとつけてこう手で動かすんです。それが最近のお気に入り。それが最近のお気に入りです。で、そうですね、
あとたまにさ、ここのさ、目尻と涙袋のこの辺、うん、この辺にまた薄いピンクのせる感じ、うん、いつもはこんな感じですね、はい、はい、最近は二重してないんですか？してませんね、最近はたまにさ、これ使う。あー、ね、昨日これ使った。シールマルビーね、はい、昨日ね、このね、ここのね、白い部分、キラキラ、この白い部分をね、涙袋になりました、うん、はい。で、リップがドペラのリップですね、はい、この色好きなんですよ、私。お気に入り？はい、めっちゃお気に入りで。で、たまにね、これもつけてます。これは、すいません、キャンメイクだった気がする。そうだね、そう、キャンメイクの、はい、このね、透明なやつ、うん、結構色ついちゃってるんだけど、これをね、上にこうつけてこうやってます、はい、この辺はね、全然変わってないですね。あの前、100の質問だっけ、千穂ちゃんに。あ、確かに変わってないね。このメイク教えてくださいっていう、好きなリップと、あと何、アイシャドウとかね。ほら、やっぱりさ、やっぱりさ、うん、ピンつけるとやっぱ前髪がさ、戻っちゃうよね。ちょっと後つくよね、変な。あ、だからつけてなかったんだけど。あと、つかないピンをつけるね。はい、うん、ちょっと床に落ちてた。大丈夫。床悪くない？床に落ちてたピンでやるからだよね。ほんとつぼだもんね。はい。はい。ってことで、完成でーす。箱を完成しました。箱を完成しました。はい。ちょっと待って。気になりますね、前髪は。前髪が本当に気になってしまうね。落とし物ですね。そうですね。常に前髪をこう気にしてるよね。そう？そうだよ。撮影中だっていつもこうさ、モニター越しに前髪直してるよね。マジ？嘘だ。マジじゃないよ。ほんとだよ。え、それ気づかなかったかもしれない。どうなの？気づかなかったの？うん、その前髪触ってる？うん、そっか、オッケー、オッケーです。お顔完成しました。次はバッグ。はい、次バッグですね。今日使おうと思ってたカバンがですね、こちらです。はい、こちらね、ママからもらいました。はい、ママがありました。ママが若い時に使ってたんでしょ。昔それ島村かなんかで買ったやつだよ。そうなの？安いやつです。はい、でも翔ちゃんがいるって言うからさ。めっちゃ可愛いじゃん、これだって。なんかこんな感じになってあっちしか入ってるよ。こういうなんか開け方なんだよね。こう、こうなんていうの、こういう、こういう開け方で、いつも入れてるのが携帯とお財布と除菌ウェットティッシュ、ウェットティッシュ、ハンカチティッシュ、あとイヤホンとかブレスケア、目薬等です。あとたまにね、こういうポーチ入れてます。こういうポーチ、髪止め、髪ゴムとか入ってるやつ、こういう、うん、さっきもだから、あのメイク動画入ってたんですけど、あ、ハンカチティッシュ、ハンカチ取り出しました。もう一回、ハンカチティッシュ、ウエットティッシュ入れます。そして、ね、貯金、そうですね。そしてお財布も入れて、使ってよかったね、よかった。で、それで携帯も入れます。携帯入れて、あ、これ入んないわ入んないわ大きさが違うからね。あ、入りました。で、あとね、目薬等がね、これぐらいで、服装によって実は本当カバン変えるんで、いろんなカバンにね、いろんな小物が入れっぱなしなんですよ、実は。そうなんです。だから、あれなんでここに自転車の鍵がとかあるんですよ、よく。そう。ね。あと、ブレスケアと目薬を入れて、完成です。ということで、中がこんな感じになってて。はい。でね、このね、こっちにね、見えないな。こっちに前、こっちポケットが入ってて、で、ここにね、うん、ポケットがついてて、ここに目薬とかブレスケア、うん、子供の小物系、あとイヤホン入ってます、うん、で、こっち側は、うん、今言った通りのね、ポーチとかですね、うん、こんな感じに入ってます、うん、よし、これで完成です。はい、ということで完成しました。私の今日のコーデとバッグと顔です。はい、じゃあちょっと立ってもらいましょうか、一緒。はい、うん、はい、ということで今回ですね、 RJSR みたいな全然違うよ GRWM です。 R 入ってると思っちゃう GRWM の M をやってみました。ということで、それではバイバーイ。